ミシュクハイゼット、うん、出てるヒッピー感、これが36歳のリアル36歳のリアル36歳のリアル、うん、平日の36歳のリアルでよろしいでしょうか。平日の昼間の36歳、だいぶグレードアップしましたね、車の中が。でしょ、なんか、はい、ケンちょっとチンドン屋みたいやなって言ってそれで言われんかったら分からへんけど、うん、なんかチャイチャイみたいな感じなんかそういうのイオンとかに入ってないお店。あ、チャイハネ。チャイハネ。あ、そう、そうそうそう。チャイハネ。なんかどれ買ったかな。あ、これチャイハネ。これチャイハネ。あの関東の都市からのプレゼント。カラーリングがチャイハネ仕様やんな。そう、関さんのプレゼント。あ、アイハネじゃなしに。飛ぶで。これ関さんだし、これ頭にそうそう巻いて。巻いてたターバンくれたやつ。はい。ちょっとサッチャーの匂いが。ほんまに。そうそれまずいな。はいはい、これが36歳で。ナミいいっすよ、姉さん。ちょっとやりますか。え？ナミ。あ、やりたい。めっちゃいいナミ今。え、今？うん。え、じゃあ早く着替えます。うん、やりますか。はい、お願いします。はい、これラビーちゃん。これラビー。ラビー。千葉で。千葉でラビー。千葉で買ったやつ。虫歯なし。虫歯なし。いや、歯もないしな。歯もない。酒飲みすぎてるの。歯とか読むの。西成みたいな。西成みたいな。西成のラビちゃん、それ。西成ラビちゃん。そう。そうなんで、これが36歳の。リアルです。リアル。住所不定とか言って。住所、不特定。そう。で、ケンちゃんに名阪国道で、トラックと喧嘩したりとかドリフトすんなよって言われてここまで来ました。ベタ踏み、ベタ踏み、もう前傾して登った登った、無理無理、そううなりまくり、そう煙出てへんか、何回もミラー見た。なかなか坂のあるカーブやもんね。そうなんです。帰りは止まらんと、帰りは降りていくね。帰りも降りていくので、はい、海行きますか。海行きます、うん、お願いします。かわいい。Thank you.